トライクトライクはトライサイクルの短縮形でありトライサイクルイコールトライクは以下のものがあるもともとトライクやトライシケルという言葉は車輪の数だけが定義されているシンプルな言葉であるので英語では屋根がないものも屋根付きのものも単純にトライクであるトライクやトライシケルは語義的にも用語定義的にも屋根や 車室などという概念とは一切関係させていない。中国や香港でも法的に英語圏同様に語義通りにシンプルに三輪の乗り物として一本化されて扱われている。日本では左右対称の三輪の乗り物の法体系がかなり混乱しており、屋根付きと屋根なしで分類先が異なっており、日本では屋根付きで後部が荷台になっている貨物運搬用のものは 昔から、その存在が認められ、王と三輪とも呼ばれているが、屋根なしで、左右対称のもの,の存在は、法体系から、当初排除されてしまっていて、その存在が法的に、一応認められたのは後になってのことである。現在でも、道路交通法に、トライクや、トライクという名称で明確に記述されているわけでは、ない。なお、トライトライの語源は、三を意味する、ラテン語の、 トレス、トリアやギリシア語のトレイス、トリアスである。サイクルの語源は周期的に回転するものという意味である。本記事ではトライクトライクと呼ばれる乗り物全般を扱い、ペダルで漕ぐ三輪の自転車も、原動機付きの三輪の乗り物も扱い、特に原動機付きの三輪の乗り物について詳細に解説する。冒頭の定義でも解説したように、 ペダルで漕ぐトライクは1868年以降に存在していたことが確認されている。下に1885年のものの写真を掲載しておく。原動機、エンジンがついた3つの車輪が車両中心線に対して左右対称な二等辺三角形に配置された乗り物である。三輪バイクと呼ばれることもある。中、バイクはあくまで二の乗り物という意味なので、 三輪バイクは三輪の二輪の乗り物という意味になり、日本での混乱した法的な経緯を知っていて、あたかもそれが当然であるかのようにみなししまっている、日本人にしか理解できない奇妙な表現である。前輪が二輪で後輪が一輪のトライクは逆トライク、リバーストライクとも呼ばれる。オートバイのようにリーンできるものはそれぞれリーニングトライク、リーニングリバーストライクと呼ばれる。 二輪の自転車が普及すると、やがてペダルを漕ぐ苦労を減らそうと自転車に原動機をつけたもの、イコール原動機付きの自転車を作り出す人が出てきたように、三輪の自転車があれば、それのペダルを漕ぐ苦労を減らすために、それに原動機をつける、ということも行われるようになる。初めて市販された、試作車や実験者規模のものを除く場合は、 原動機付きの三輪の乗り物は1895年にフランスのド・ディオン・ブートンによるド・ディオン・ブートントライシクルとされる。この製品は商業的に成功を収め、これを模倣した類似製品が各国で多数制作された。ド・ディオン・ブートントライシクルの模倣者はアメリカでも E.R. トーマス・モーターなどによって製造された。米国のハーレー・ダ・ビットソン以下、 HD 社と略すは1932年から1972年までハーレー・ダビッドソンサー・ビカーを製造していたが、これは1932年式サイドバルブ 750cc の R 型をベーにしたもので、作動装置付きの後輪二輪で駆動する構成であった。一名乗車で後軸の上に大きな荷台を設けた車種は、ハーレー・ダビッドソンサー・ビカーは、 自動車整備業者の車両改装を無用として企画され、小口配送や移動販売、警察の経営広い敷地を持つ施設内での連絡やメンテナンスなどの業務で、軽便で手軽な移動手段として利用された。当初は実用車であった戦後アメリカのトライクであったが、1960年代後期から1970年代にかけてこれらをカスタマイズして、 個性的な乗り物として親しむ文化が確立した。1990年代までの全地形対応車はトライクが一般的で日本のホンダ技研工業も製造し ATG という通称で販売していた。しかし、転倒事故が多く死傷者が出てアメリカでは訴訟に発展し三輪のエイテビは急速に衰退した。日本のオートバイメーカーも三輪のエイテビの生産は止め、 すべて安定性の良い4 d にエイテビの生産に切り替えた。トライクは道なき荒れ地や未舗装路、オフロードを走行することを想定すると安定性が悪すぎて危険な乗り物だがしっかりと舗装された平らな道路を走行するくらいならば十分な安定があり、世界的にはそういった用途平らな舗装路の走行のために購入して乗車している人々は相当数おり、 メーカーも相当数ある。現在の世界のトライクメーカーについては、末尾のメーカーの不死を参照のこと。なお2007年より、カナダケベック州のボンバルディアレクリエーショナルプロダクツ社、BRP 社、ボンバルディアグループの一社は、従来のトライクとはかなり毛色の変わった、革新的なギャンガムスパイダー、カンナムスパイダーというトライクを製造しており、前輪二輪、後輪一輪の、 リバーストライクであるが、ワイフレーム設計という構造によりそれを見しており、しかも、スタビリティコントロールも備えることで、ノーマルトライクよりも優れたコーナリング性能を備え、さらに、四輪自動車で普及しているが、オートバイやトライクで、一般的ではないアンチロックブレーキシステム、ABS や、クルーズコントロールなども備えたもので、二千九年五月までに万二千五百台が、売れその販売数も、 トライクとしては比較的大きいのだ。購入者の27%はそれまでにオートバイに乗ったことがない。購入者の21%が女性というデータがあり、購入者、使用者の特性も従来のトライクとは異なっている。1930年代から1950年代当時の日本はまだ発展途上で、世界の一般的なサイズの車を購入することは難しかった。 日本のメーカーもその事情を考慮して、部品数が少なく、小さくて使用する金属の量が少なく、安価にできるオート三輪を製造、販売した。それは歓迎され結構な割合で売れた。戦後復興期を支える輸送手段としても用いられた。なお、オート三輪は四輪車に比べて、不安定で、化石祭すると、しばしば転倒事故を起こした。その後、日本が、 戦後の高度成長期を迎え、日本人の平均収入は上昇し、もう少し値の張る車も買えるようになり、転倒事故が多くて、危険を負けに、安っぽい、といったイメージの三輪車は避けて四輪車を選ぶようになり、大都三輪は自動車新車市場から徐々に数を減らし、しばらくして、日本の道路からほぼ姿を消した。日本の年代、年代の、 オート三輪の流星より少し後と1960年代から1970年代の米国ではカスタマイズが流行っていたハーレーダビッドソンサービスカーがやがて日本にも持ち込まれるようになり日本の一部のカスタマイズ車好きの者たちの間でこれが流行した1930から1950年のオート三輪の用途が実用一点張りであったのに対してこちらはほぼ純粋な 遊びや趣味の世である。ハーレー・ダビッドソンサービスカーの製造が打ち切られてからは代わりに主に HD 社以外の二輪オートバイの後輪部分を改造してトライクにすることを楽しむ人々ができた。四輪自動車のエンジンやトランスミッションをご軸上に置いてその前方にオートバイと同様の乗車装置や前輪を配置する車種構成のものもある。その後の日本では バイクをトライクに改造する店舗が長い年月をかけて、ゆっくりと増え、また北米で流行したものも細々と輸入される、という状況にあった。日本全体の行動上では、トライクの走行台数の割合は、非常に小さい状況が続いていた。そこに、2008年か2009年頃から、イタリアのピアチオ MP3 が輸入、販売されるものが、大的にわずかだが加わった。 日本のトライク普及状況が大きく変化し始めたのは、日本の大手メーカーの正式参入によってであり、2014年3月にヤマハがトリシティを発表し、2014年9月の販売開始から同年12月までの4ヶ月で、出荷台数が5666台となり、125cc 以下の2輪の2014年の年間出荷台数ではシグナスに次いで第4位。 という状況で、現在の日本の行動上で走行するトライクの割合がじわじわと増えつつある。香港では、軌道三和車免許で、すべてのエンジン付き三輪車が運転できる。軌道三和車免許で、サイトカーも、屋根なしのエンジン付き三輪車も、屋根ありのエンジン付き三輪車も、すべての三輪車が運転できるのである。中国では、普通三輪またく車免許で、 すべてのエンジン付き三輪車が運転できる。日本のように排気量や屋根や車室の有無で強引に既存の複数の分類に振り分けてしまう、押し込んでまうということは行われていないので、普通三輪またく車免許でサイドカーを含めすべての三輪車が運転できるのである。日本の法規での扱いは複雑になっている。日本の行政は 昭和26年の道路運送車両法制定及び昭和35年の道路交通法制定当時左右対称でかつ屋根のない三輪のオートバイを想定しなかった両方の想定外との三輪オートバイは長年法的には考慮外の乗り物であり排気量 250cc 以上の車両は小型自動車のうちの乗用車区分や貨物車区分など陸運支局においても 判断の異なるねじれ状態となってしまっていた。このような状況において国外から貿易障壁であるとの指摘を受け、法改正により現状の是正を行う運びとなった。しかしながら、その際に、いわば原動機付三輪車のような枠を新設することはなく、既存の二輪車の枠に定義として当てはめることで対応した。結果として、 車両の外観は三輪車であるが法的に二輪車として扱われる車両や車両の改造内容によって登録枠が複数該当する車両や分解不可能な三輪車であるが要求される技能的に二車として認められる車両が存在することになった。また三輪形状の車両であっても二台を有する貨物用のものは小型ミワ自動車6ナンバー登録として扱われ 乗員が車室で覆われず、運転席がまだがり式座席でバーハンドルを得た車両が自動二輪車に分類されている。当初、50cc を超える三輪自動車、側車付きを除くは、車検や登録のために、印鑑証明の添付、車庫証明が必要であった。やがてトライクの法的位置づけが海外メーカーなどから非完全障壁して問題視されるようになり、 市場開放問題苦情処理体制、おへの提訴がきっかけで、1999年、平成11年に、運輸省、原国土交通省から、50cc 以上のトライクは、道路運送車両法上で、側車付け二輪車とし、道路交通法上では普通自動車とみなすという、見解が出された。これにより、同年7月16日以降、二輪の、 小型自動車及び二輪の軽自動車に分類されたため、印鑑証明や車庫証明が不要になり、ナンバープレートと自賠責は二輪車に、自動車税は軽自動車税の市町村税に、運転免許は普通自動車免許以上が必要であると明確化された。現在ならナンバーで運行中のものにあっては、申請がない限り従前の取り扱いが適用される。従前の取り扱いでは、 登録制度が適用されるため、一点登録の際は、印鑑登録証明書や、車庫証明の点が必要になる。申請があった場合は二輪への変更が可能であるが、一旦、一時抹消登録をすることが必要で、二輪としての、新規検査となる。処刑費の際は次のようなものが挙げられる。2008年10月、一部のトライクに対し自動二輪車の保安基準を適用する。 胸の基準改正が公示された。この改正により、基準が適用される車両は、車検における保安基準が自動二輪車と同一になり、車両の常時点灯などが必要となる。現時点での該当者は、ヤマハトリシティ、ヤマハケンや、ピアチオ MP3 などである。臨居の狭い旧モデルのホンダジャイロなどを改造した場合にも適用される。 2009年3月27日、警視庁から法改正意見公募案件が公示され、上述の法案基準に該当する車両における免許区分を自動二輪車免許へ区分を変更する法案の意見を募集した。当初は2009年6月1日施行の予定であったが、警察庁に多数の意見が寄せられたことから、それらを踏まえた上で改めて再検討されることに、 なったため、施行は延期となった。この件に関し、ミワスクーター輸入元に、ミワスクーターの運転免許改正案の修正についての先行通知があり、同年6月22日、警察庁から道路交通法施行規則の一部を改正する内フレー案等についてが正式に交付された。以上が適用される車両は、道路交通法施行規則において、 特定二輪車と総称されることになった。なお、現時点では、道路運送車両法の車両登録における区分変更、側車付二輪登録二輪車登録については、公示されていない。トライクは、運転席の構成がオートバイと、類似した三輪の車両であるという点で、オートバイの側面に一輪を追加した車両である、サイドカーとの共通点があり、道路運送車両法では、 どちらもガワシャ二輪自動車の一種とされる、排気量 50cc 以下、または、出力 0.6kW 以下のものは、車両法において、自動車とはされないため除く。一方、道路交通法においては、ガワシャ二輪車、幼児輪免許、ヘルメットの着用義務ありとされるのはサイドカー及び、常述の特例に当てはまるトライクのみであり、一般的なトライクは、三輪の普通自動車、 要普通免許以上、ヘルメットの着用義務なしとされる。しかし、サイドカーであっても、車体の構造によっては、道路交通法において、トライク、普通自動車とみなされ、自動二輪免許で乗れないものがある。サイドトライク、サイドトライカーとも呼ばれる。オトライクとみなし、普通自動車免許、または、中型自動車免許が必要となる。具体的に、以下のものが、 トライク扱いになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。